ニュージャージーネッツ時代のナヘラ、エドワルド・ナヘラこと、エドワルド・アロンソ・ナヘラ・ペレスは、メキシコ・チワワ州・チワワ出身の元バスケットボール選手。現在は、ダラス・マーベリックスのスカウトを務めている。現役時のポジションは、スモール・フォワード。身長203センチメートル、体重100キログラム。テキサス州サン・アントニオのコーナーストーン・クリスチャン高校でプレーし、 24.8得点15.4リバウンドの成績で州のオールファーストチームに選ばれた。卒業後、オクラホマ大学に進学し、チームの中心選手として活躍。3年目には15.5得点、8.3リバウンドの成績で AP 通信選出のオールアメリカサードチームに選ばれ、NCAA トーナメントではエリート8まで勝ち進んだ。三年間のプレイで通算リバウンド数。 スティール数、ブロック数など9つの部門で同行記録のトップ10入りを果たした。1997年夏季ユニバーシアード、1999年夏季ユニバーシアードにメキシコ代表として出場。1999年には20.1得点6.8リバウ。2000年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたナヘラはヒューストンロケッツから2巡目38位指名を受け。 メキシコ生まれの選手としては1996から97シーズンにフェニックスサンズでプレーしたオラシオリアマス以来史上二人目の NBA プレイヤーとなったドラフト直後のトレードでダラスマーベリックスに権利が移りマブスの一員としてルーキーシーズンを迎えた1年目の2000から01シーズンは3.3得点2.4リバウンドの成績だった NBA でのキャリアをスタートしたと同時に 怪我との戦いも始まった。1年目から、右蘇警部の故障が原因で29試合を欠場し、その後もマブスに在籍した4シーズンの間に、シーズン60試合以上出場を果たしたのは1、シーズンのみだった。2004年8月24日、ルイス・アルベルト・フローレス、クリスチャン・レートナー、ムラデン・セクラ・ラッチ、複数のドラフト一巡指名権とともに、エリック・ダンピア、ダン・ディッカウ、 エヴァニシメヤー氏名や、スティーブ・ローガンとの引き換えで、ゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍した。2005年2月24日、ルイス・フローレス、ドラフト一巡目指名権とともに、ニコロス・スキティ・シュビリ、ロドニー・ホワイトとの引き換えで、デンバー・ナゲッツに移籍した。2006年には、メキシコのモンテレーで行われた、エキシビジョン、ナゲッツ対ウォリアーズの試合に出場した。2006年4月27日、 チームに悪影響を及ぼすとして、出場停止処分を受けたケニオン・マーティンに代わり、ロサンゼルス・クリッパーズとのプレーオフ1回戦、第3戦に先発出場した。ナゲッツでも怪我に悩まさたが、ネネやケニオン・マーティンなどが、次々とシーズンをほぼ全決する怪我を負ったため、ナヘラは、フォワード陣の穴を埋めるべく怪我を抱えながらもコートに、立ち続け、06から07シーズンは、 自身最多の75試合に出場した。この年12月のニューヨーク・ニックスとの乱闘の際、直接乱闘をした選手ではなく、両軍の選手を引き離そうとしたが多丈となった。詳細は、EN ・ニックス・ナゲッツ・ブロールを参照2008年7月11日、ニュージャージー・ネッツと4年間1200万ドルの契約を結んだ。二千十年一月十一日、クリス・ハンフリーズ、 ショーン・ウィリアムズとの引き換えで、古巣のダラス・マーベリックスに移籍した。同年7月13日、エリック・ダンピアー、マット・キャロルと共に、タイソン・チャンドラー、アレクシス・アジンサとの引き換えで、シャーロット・ボブ・キャッツに放出された。ボブ・キャッツでは、2シーズンプレーした後に現役を引退した。現役を引退した同年2012年、かつて所属していたマーベリックスからの要望で、 マーベリクス参加の D リーグチーム、テキサスレジェンズのヘッドコーチに就任した。数字上の成績は地味ながらも、ダーティワークを一手に引き受け、リバウンド争いにも、果敢に飛び込む、名バックアッププレイヤー。チームに対する、献身的なプレーとチームを活気づける、発するプレーは、ヘッドコーチ、チームメイトのみならず、ファンからも熱い信頼を得ている。ありがとうございます。